お願いします。お願いします。まあ、アスク道場で、はい、まあ、子供たちに、まあ、指導されている、まあ、道場の練習メニューみたいなのを、うん、何か少しだけ紹介してもらえたらなと思うんですけれども、はい、なんか、まあ、常にコロコロ変えるからずっとやってるわけではないんですけど、はいはい、うん、今の流行りで全然、今の流行りというか高校時代にやってるやつを未だにやってるのが一つあって、はいはいはい、うん、いいですかここから、はい、足の脚力を強化したくって、はい、とにかく高く飛びます最初で空中でちゃんと構えて、でこっからパーンとこう技を出すっていうのを、ここ何年もたまにこうコンスタントにやってるます。自分の構えで、あ、自分の構えでもちろん、自分の構えで飛んで着地した時に、あ、その反動を使って必ず、でもこれ何回飛ぶとかっていうのは、あ、決まりはないです。とにかく1回目より2回目、2回目より3回目、どんどん高くからスパーンと技を出せるように、足首をちょっとで、まあ、飛ぶことに関しても、まあ、足首の強化絶対になるし、はい、手使って飛ぶから全身運動にもなるし、やっぱ足首ってすごく大事ですよね。自分は意識してます。めちゃくちゃ足首はトレーニングも入れたりとか、それこそフットワークにも、ね、きっと生きてくるでしょうし、こうこう、うん、この一発の距離って大事ですね。大事です、うん、だそれをとにかく前に前に、でもそこからこうワンツーに変えてみたりとか、いろんなバリエーションちょっとプラスプラス、じゃあこれやろうこれやろうこれやろうと、基本だからしっかり飛ぶっていう、まずはでその力を前にしっかりこうつなげるっていう、まあ体の使い方も含めてやってますね。でこうトレーニングしながらこう空手にもつなげていくっていう感じですよね。はい、で一回だけ教えてもらってもいいですか。全然動けないですよで、パーンってイメージですね。何年ぶりにやりました。はい、もう口だけで教えてしまいます。何年ぶりにやりました。はい、でもこのここで飛ぶ回数が決めれないっていうのがなんかあれですね。じゃあ子供たちは例えば2回の子もいるし、はい、結構飛ぶ子もいたりするんですか。そうするとだんだん高く高く飛んでくると、空中でこうバランスを言ったら できなくなってくるんですよ。バランスがどうしても崩れて、うんうん、そうすると空中でバランスを整えた時に、うん、いけるようになるから、そういう子はうまいなってなるし、逆にもっと飛んでとかいうの声掛けは一応してます。じゃあそこでまあ言ったらバランスを崩したりだとか、はい、っていうところもちゃんと意識して、はい、体幹意識して、そうです、ね、ちゃんとこう整った段階で飛ぶっていうところですよね、はい、でこうわあ、こんな感じですか。さすがです。ありがとうございます。さすが世界チャンピオン。やっぱこうでもね、上に飛ぶっていうこともね、なかなかそうですね、しなくなってきますもんね、はい、あとはこの反発運動は結構自分は常に意識、はいはい、こうまあ、蹴りに関してももちろんそうですけど、はい、技のフットワークにしてもまあちっちゃいけど、この反発を使ってそうですね、どうしてもやらないとダメだから、このマットの地面のこう力をこう力使って、そうですね、動くっていうのと、フットワークもそうですよね。結局あとはもう反発ちっちゃい、こういう足を上げるとかも、うんうん、やっぱ反発が大事。そうですね。いや、ありがとうございます。すいません、こんなんで。いえいえ。